このチャンネルはタイの日経フォワーダー HPS トレードの提供でお送りしています。どうもこんにちは、イーノです。今回はインコタームズの FOB に焦点を当てて、輸出者輸入者の立場から見た貿易条件について見ていくことにしましょう。貿易取引において重要なのは、貨物の費用負担がどこからどこまで含まれているのか、また危険負担の範囲もどこからどこまでなのかということです。今回取り上げる FOB は実務ではよく使用されているものですが、実を言うと元々は在来線の取引条件です。国際商業会議所ではコンテナ線取引では FOB の代わりに FCA を使用するように進めていますので、 FCA も合わせて見ていきます。それでは行ってみましょう。まず用語の説明です。 FOB はフリーオンボードの略称で、日本語では本船渡し条件と言います。輸出地の港に停泊する船の船上に貨物が置かれた時に、費用や危険負担の責任が移転する取引条件のことです。 FOB において輸出者側が負担する費用は、輸出国内の輸送費用、輸出通関、港、空港などで発生する諸費用なのです。一方で輸入者側が負担する費用は、海上航空運賃、輸入側の港、空港などの諸経費、輸入通関費用、輸入国内の輸送費用などになります。FOB の取引条件では、FOB 東京のように、FOB の後には輸送する際に利用する輸出側の港の名前が表記されます。FOB 東京であれば、東京港で船に乗せた時点で、貨物の責任が輸出者から輸入者に移転しますよという意味になります。ここでは具体的な港名を入れなければいけません。東京港で船に乗せるまで責任を負うという意味ですから、この港の名前は重要です。ここで輸出者と輸入者の立場から FOB について確認をしていきましょう。 FOB での輸出者の物流手配は、貨物を準備し、梱包し、国内のトラック配送と輸出通関手配です。自国の港まで責任を持てば、その後の船や飛行機の輸送、輸入地での輸送は輸入者に委ねることができるので、輸出者側から見たら比較的責任負担の軽い取引条件だと言えます。そして輸入者の物流手配は、船や飛行機での輸送、保険の手配、輸入地での通関、配達などです。船や飛行機での輸送から手配するということは、輸入者の責任で輸送することになり、特定国からの輸送に慣れていれば希望の輸送手段を選べ、運賃にメリットが出やすい取引方法です。では実際の取引では FOB はどのような時に使用するのでしょうか。取引を考えてみると、買い手後の取引ですから、買い手の希望が優先されるのが一般的です。買い手は製品代金だけよりも、手元に届くまでに全部でいくらかかるのかを知りたいのが一般的です。そのため FOB よりも、海上運賃などが含まれている CFR などの条件を使うことが多いです。しかし、買い手が物流手配のベテランだった場合、できる限りコストを下げようとする場合に検討するのが自社での輸送手配です。その場合 FOB の条件にすれば、輸送の責任は負わなければいけませんが、運賃を下げることができるわけです。一方で輸出者の方が大量の貨物を普段から運賃込みの CFR などで輸送しているのであれば、 FOB ではなく運賃込みの取引条件を使う方がいいでしょう。何事も取引量が多く慣れている方が手配がスムーズですし、コストメリットもあります。例えば弊社の場合、日本や中国からのタイへの輸入の取り扱いは多いので、それなりのメリットを持っています。しかし、アフリカや南米からの輸入はほとんどないので、費用も安くなく取り扱いも慣れていません。このような場合は、日本や中国からであれば FOB、 アフリカや南米からは CFR と使い分けます。お客様によりメリットのある方を提案しています。ここで FOB と合わせて覚えておきたい FCA についても説明をしておきます。 FOB は説明してきたように、費用負担とリスク負担が本船に乗った時に売り手から買い手に移ります。そして FCA はフリーキャリアの略称で、運送人渡し条件と言います。これは費用負担やリスク負担は、貨物が本船に乗る前の指定された場所で売り手から買い手に移ります。これは CY であったり、特定の倉庫であったりします。 FOB と FCA はほとんど変わらないもののように扱われますが、リスク負担が指定された場所か船に乗せられる時かの違いは、実際のトラブルの例を考えると大きく違いがありますので、理解しておきましょう。輸出の際にコンテナターミナルに貨物を搬入した後、船に乗せる前に災害があったり、船に乗せる際に貨物を水没させるような事故があった場合、 FCA ではリスクは輸入者に移っていますので、輸出者にとってはよりリスクの少ない条件になります。また航空貨物での FOB の条件は実際には使われていますが、飛行機に乗せる場合ではリスク負担がどこからなのか曖昧になってしまいますので、 FCA を使用するようにしましょう。 FCA では具体的な地名や指定地を表示しましょう。 FCA 成田エアポートなどです。
今回は FOB について詳しく見てきました。 FOB 条件は輸出港に停泊する船の甲板上で責任が移転します。輸出者輸入者のどちらの場合の立場でも見積もりや取引にあたって FOB 条件について正確に理解しておくことは重要です。 FOB 条件での取引を考える際はそのメリットやリスクについて十分に検討した上で契約を結びましょう。今回の内容がお役に立てましたらチャンネル登録やいいね、あと SNS でシェアをしていただけると非常に嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。このチャンネルでは貿易や国際物流に関することをできるだけ詳しく解説しています。貿易のお仕事に興味のある方やすでに貿易のお仕事をされている方たちのために参考になればと思い更新をしています。また企業様の新人研修や貿易研修などにご利用いただけますと幸いです。そしてタイの物流は飯野さんまでお問い合わせください。チャンネル登録、高評価、コメントなどをいただけますとこれから更新していく励みになりますので何卒よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。